はい、もうね、あれじゃない、いきなりクライマックスですが、マリキオンライン4やっていくぜ。追加ストーリーおぼれもうダメだな、本当にもう。本当にダメすぎるな。もう、この世界にどっぷり使っちゃってやばい。いやあ。本当に。じゃあ、こいつをぶち殺していこうか。だってね。あれ？あずき？あずきの方が連れてきた覚えねえけど俺。バチキンも連れてきた覚えねえし。まあええけど別に。モビカリバー、あ、そっか。待って、シュミ太郎が先だな。一旦目に食らうわけにはいかんのんで、オランジェットボンボン、そっか、ラブドライブになっちゃうか。ちょっと待って、これ難しいぞ。使いどころが難しい。まあ、一旦目に死ぬことは多分ないから、一旦目ホンブカリバー行っとくか。なるべく大技を先に使っておきたい。そうか、あ、でも、ボスキャラとか効かなそうだよね、これ。インチキプラズマいっとくか。未練神。いや、APP を早く貯めたいんですよ、単純に。バフティールか。よかった、使ってなくて。落ちてきた。バフティール2回連続では絶対使ってこないはずだから。っていうね。ガトリング、読まないやつ。バイト・イン・ベイル、ペイル。無双天中。で。さあ、召し上がれ。静かにしてろ。残像だ。聞かないよ、そんなの。だってここでアズチンとジャックを入れ替えてった。で、どれ行こうかな。3ターンだろ。あー、紅の挑発いってもいいな。あ、でもそうか、次のターンザッパーがいけるから、ここはアブソルトゼロだな。カオスモトルしか行こう。んで、ラブドライブ、テンペンチ、テンペンチ、もういいか、ストームが。あんまり意味ないかな。クリティカルで74。どんだけ効かんのんねんって話も。僕これ好きなの。ジャック好きなんだよね、僕。ジャックも好き。一番好きなのはシュミ太郎なんだけど。ザッパーいけるよね。イエローボール。どれ行こうかな。APP を温存したい。グラサンフラッシュとか多分効かないんだよね。よいしょ。ショコラバにしていっておくか。ラブドライブ。スキルがなくなったから、これ、通常攻撃。お、カウント食らった。何やばい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 。アディアス
ジャックが寝たようになってつえつえ。心眼行こう。メタルバレットだな、ここは。いや、ヘブンズヒールしちゃうと攻撃力が下がっちゃうから、ラブドライブいけるだけいっとこう。で、テンパイツイ。おお、そんなもんか。危な。消えるバフがねえ。なんだこのおっさん、めっちゃ強いんですけど。ヘタリクするカウンターの人。え、そうかな、別に全然カウンター食らったのってシグキン君だけだよ。シグキン君、君だけ。本当に君だけカウンター食らったの。シグキン、なんだよ。もう十分な情報でねえだ。手軽に無視くれず戦う必要ない。ここは撤退すべきだ。確かにそうだ。ぶねえ。誰一人として逃がさなと。ちっきりがね、なんとかしねえと。お前たち、お前たち。今すぐ目をつむって目の前の窓ガラスに飛び込め。MM さんか、なんて言った。バラバラに散らばるんだ。今すぐガラスに飛び込め。どういうこと。やべえ、ジャックと同じこと言っちゃった。くそなんかわかんないけど、下がった方がいいわしな。させるものか。先行弾。ぐるん、うわぁ。今だ、突っ込め。この戦いで誰一人と して死人を出さなかったぞ、俺は。ててご無事ですか、ファンソワキョ。申し訳ありません、ファンソワキョ。一体どちらへ。私は理事長のもとへ向かう。お前たちは周辺の診療所を中心に奴らを捜索し、見つけ次第畳みかけろ。はい。これあれじゃねえ、あれ、なせりつけられるパターンじゃねえ。おさわるさん、七垣にては頭がいいですじゃなくて剣術は半端なかったばち。わかった、逃げ切れたようだな。みんな無事というわけではなさそうだが。 MM3 なんか情報は手に入った。それにこうして全員合流もできた。今3人の手当てが最優先持ち、早くどっかの治療できる場所を探さないと。とりあえず近くの病院に。それやめておいた方がいい。今頃不安そうな手下たちが我々を血眼で探してるだろうからな。確かに。じゃあどうすればいいばち、早くしないと。落ち着けば式に身を隠すにはいい場所がある。MM さんとシグキンで先に3人を運んでもらおう。もしあいつのところか。ほう、そんな場所を知ってるとは。ああ、お前はおつきんと凍れたら頼む。おさらは俺が勝つ。分かった、急いで行こう。はあ、いいとこ。いや、間違いない、ここは。ぜひのうちだ、手を貸してくれ。もう、この顔よな。はい、何でしょう。ギャー、みんなよく来たねって。どうしたのその手が。それにそのロボットは。説明あったら急いで寝床用意してくれ。分かった分かった、さあ早く中へ。お邪魔する街、すまないな突然。シミ太郎、いいやつ。無理して、とりあえずこれで OK だ。あとは安静にすることだね。助かったよ最近。てか、なんでよくれここに。あっしゃ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 、フォー。こいつ迷る気まで。それなんだけどさ。なんかトントンって。なになに。さっきより顔、さっきと顔が微妙に違う。うわぁ。おい、マルキンいるか。マルキン？彼女はマルキンが以前ここに泊まりに来たことを気づいて、うちに訪ねてきてたわけ。でもマルキンを丸元にするの、まだ諦めてなかったのか。合ってる前で、それが私の生きる目的だから。すごいな。バイトで忙しいからしばらくうちに泊まってるって言ってさ、それが運の月だったよ。わーお。よくの研究をすることにしたぞ。いや、それちょっとやめてほしいですよ。てか、くさ、くさそう。なんかそれシンナー臭とかしそう。あとなんかあの、微妙になんかこう、うっすらこう、部屋の何こう、空気がこう、よどむというか、なんか霞んでそう。
あれ？俺の剣がない。俺の剣がどこにあるか知りません？ん？あ、あれか。あの、物干し竿のことでしょう。それはダメだよ、いくらなんでも。なんでこれ使ったの？他にも物干し竿ぐらいあるでしょう。いや、たまたま目についたのがあったし。まさか、なんか変な音がする。あへへへへへへ、今夜マリオのパーティー。やーべえ。これ見てください、この顔。しばらくこれ見る。ちょっと、もう何？なんかすごいクライマックスで始まったのに、何？クライマックスで始まったのに、全部このエクレアちゃんに持ってかれるっていう。いいんかな。しばらく見るこれ。すげえ早いんだけど。草殿も食べるか。食べればね、まあ、顔が弱ってんな。うわぁ、さっきん、つらかったね、それはもう。気がついたら、散々だった、ほんま散々。思い出ってか、期日。ならば、その日以降は、すべて、今日日。毎日、曜日なんですが、薬日だな。じゃあ、なんでそんなお手が。私は、お猿の頼みで、ヘルハウンドの、捜索を手伝っていたんだ。そしてあることをきっかけにマンディーコーポレーションと不安そう学園の関係し、学院長室に立てこもったのに、だが学院長に呼ばれて戦闘になり、結果ボロボロになってここまで逃げてきたってわけだ。なるほど、俺が役の中で苦しめられてる間にそんな問題は不安そう学園の協力者だ。キリミが生きていた。キリミってあのヘルハンドのやつだって。お前は直接会ったことはなかったな。あの校長と協力してマンディーコーポレーションを裁定、マンディーコーポレーションを裁定させようとしてんだから、なんか違う目的ありそう。俺をバンとするぶち込んだ情報人で野放しにはできねえ。バンに対するぶち込んだっていう言い方は、まあまあそうだけどさ、何にも間違っちゃねえけどさ。いや、さてロボットは MM さんつって一応俺たちの仲間だ。人工知能を持ったロボットで、自分の親であるマンディーコーポレーションが起こした事件を先に犯した俺たちに協力してくれてるってわけだ。そんな律儀なロボットがいたとはね。いやはや照れますね。もう、ふさきやめてあげて。この平等、借り物なんだぞ。前者が怪しいと後で直しておこう。今度は何？お、できたか。ふっ。みよ、これが私の新たなる矢。治療薬だ。今、薬で言ったら、言ってない。色がゆっくりで、本当に大丈夫。青色。100万円、なんかあれ、うがい薬、青色のうがい薬ってあるよね。100分1日かずと言うだろう。終わってんな、安心しちゃって、そんな手術一発よ。あれ、痛みが減ってきた、大丈夫か。ふとの子はそんなものは知らん。しかし、その一件のことで、理事長には話したのか。理事長？パシュックリアンで一番偉い人は、要はおさらちゃん、不安沢教の上司に当たる人だ。へぇ。いや、まだしてない。というか、できない。どういうことだ。理事長の存在はトップシークレットで、顔も名前も知られていない。コンタクトを取るにはメールやビデオメッセージで通してもらえず、秘書に直接会う人がいる。しかもその秘書は不安相和教の教え子なんだ。マジかよ。不安相和教なら我々が組織にあだ名つ反逆者である等の出番を簡単に流すことができる。前にすでに流れてるから、そうだろうな。でも我らがゼロレディを止めたことはそいつを知ってるはずだろう。そのヒーローが反逆者だなんてそう簡単に信じるかよ。どうだろうな。結果はどうだろう。我々のいざこざで多くの人を巻き込んだのは事実だ。ヒーローどころかよく思われているとも考えにくい。そんな、もうお困りさん、本当だよ。キリミは他国にヘルハンドを売れつけた金でマンディーコーポレーションを裁定させ、俺への復讐を完遂し、いや、なんか違う気がする。ホープと潰したのは数ある兵器試作場の一つを潰したに過ぎない。
だからこれをからその構造一つずつ探して丁寧に潰していけない時間もリスクもかかりする。それってつまり、ああ、切り身を潰す。奴は木の準備中だ。まだ時間かかる。いや、どうだろう。もう結構ね、準備中ってことはね、だいぶできちゃってる可能性の方が高いんだよね、正直。そのうち私たちでやつを止める。学院の目論見も同時に阻止できるしな。でも今はもう、労働者は増え続けてるばっちり、彼らを放っておくわけにも。幸いあいつらから信任は出てねえ。だが俺らがこのままのんびりしてたらどうなるかわからねえんだ。そうなる前に早く手を打つべきだ。そうだな。なるほど。目の前で苦しんでる人が助けることも必要だけど、その親玉を潰して、それ自体をなくしてしまうっていうこともまあ必要ではあるけど、なかなか難しいよね。目の前に苦しんでる人のために戦うわけだけど、その間で、ね、そのね、人たちがどうなるかっていうのはわかんないからね。お月んで来れたら休ませとて、そのことなんだが、地図がもう塞が、大丈夫か？ すごいな。細胞がブワーってこう、そこにできてきたってこと。それちょっと元通り治ってる、それ。なんかいらん治り方してない？ 私もなんともないです。本当か？なんかすごい、凍れたら、ちょっとなんか、生気を失ってる気がするけど大丈夫かな。そういうことだ。ま、さっきの役か。だから言ったら、私は天才だからな。全部勘で調合したらなんかできた。じゃあ二度と作れないじゃん。まあ地図がな、後で山を日が暮れてるし、今日はたまって。ふさきん、どこまでいいやつなんだ、お前、本当に。そうさせてもらうぜ。待て待て、なんでエクレアもうってなった。え、何？まさか副作用が。あ、うつだら。大丈夫か？ これ もうあれじゃ、薬中になってて、薬中に誰これ？これ、左が誰？左誰？誰だ？ジャックかな？ああ、嫌なこと思い出してんな。なんて夢だ。夜風にでも当たろう。トラウマだな。逆トラ、時間が経ってからトラウマになるパターンだな。N さん、まだ働いてたのか。倒れても知らんぞ。刺激んか。気遣って。わ、すげえ、もう仲間じゃん。あ、でもこいつなんか、最後にさ、じゃあな、みんなとかってさ、なんか施設の爆弾のボタンを押しそう。やだよ、そんなの。お前も一緒に帰るんだよ。いいね、約束だよ。ライデンとの約束だからね、メムさん。お前は一人にしないからね。私ロボットだ。いや、必要ない。あ、そうだな。お前なんかやることが人間っぽいからさ。そのようにフルマンがプログラムし直してくれたんだ。あの子には感謝してるよ。そういえば、シンクティン、昼間の我々のいざこざとは一体何があったんだ。あ、それな、マンディコーポレーションの幹部たちのことだ。奴らは俺への復讐のため会社を立ち上げた。復讐？昔俺が奴らの故郷を滅ぼしたことやのな。あんたも俺たちを殺すために作られたんだ。復讐のために。あんたはフェルマンを襲った暴動も元はといえば俺のせいさ。あんたも俺を恨んだっていいんだぜ。そう思うのが普通かもしれない。だがあの一件がなければ私はフェルマンに出会うことはなかった。それどころか私は生まれていなかっただろう。それにフェルマンを傷つけてしまったのは私の力不足。君が罪を償う意志があるのはよくわかる。だから私は君を責めることはしない。うわー、いいなー。そうか。君はいい仲間を持ってる。彼らは大切にするんだぞ。そうなんだよ。しげちんはさ、不器用なんだこいつ。ちょっと、あんたなんかマジ見てる。まあな、私のプログラムといえば、リチリです。私のリサムの
フルマンの趣味じゃん、それ。MM さんか、いいロボットじゃないか、しかし。態度は、じゃじゃやることは 木で塞がれてる。というわけでね、いかがだったでしょうか。物語のだいぶね、追加ストーリーの核心部分に迫っていきましたがね、この後どうなっていくのか、もうここからは戦い、ダンジョン戦いになるんじゃないかなというふうに予想してますが、いかがでしょうか。ね、今後ともお付き合いいただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さよなら、バイバイ。お相手はライデンでした。See you! またね。